李大栄は日本の CM ディレクター、演出家である。東京都中央区出身。青山学院大学卒業。東京、銀座で貿易会社を営む在日韓国人の子として生まれる。青山学院初等科からそのままエスカレーター式に大学に入学するも、当時は国籍差別の影響が大きく、就職口が少なかったため、同大学卒業間際に日本総天然色出身の CM ディレクター、高杉二郎により設立された CM 制作プロダクション CM ランドにアルバイトとして入社する。入社当初は制作部門に配属されるとともに、上司の高杉から毎回のように説教されていたという。後に高杉に企画部門への異動を懇願し、試験を受けて異動を果たすとともに、地道な下積み期間を経て、1981年に独立し、CM 企画オフィス、モモプランを設立。同年、パルコの CM、水と女で CM ディレクターとしてデビューする。その後も1983年にサントリーオールドの CM、うさぎのママとアルマジロのバーテンダーのいるバーで CM 演出を担当。パペットアニメーションを効果的に用いたビジュアルが評判となり、注目を集めるとともに、その後もホンダプレリュードなどの CM 演出を手掛けるとともに、映像を中心とした CM 企画以外にも、大型レストランの空間演出企画などにも進出する。1992年には、1980年代初頭に渋谷に開店したカフェバー、ソーホー S をオープンさせたことで知られる、ソーホーザホスピタリティグループ社長の月戦荘豊に抜擢され、世田谷区中町にイタリアンレストランのソーホー S ウエストと台湾小皿料理の清流門ウエストの空間プロデュースを行う。ソーホー S ウエストでは、蒸気機関を用いたスチームオペラや男性器をイメージした触ると喘ぎ声を上げる柱に加え、清流門ウエストでは1時間ごとに壁に仕掛けられたパチンコ台からフィーバー時のデジタル音が鳴り響くという遊園地のアトラクションのような空間が話題になった。その後も1995年に新宿に誕生し、奇怪なアトラクションで話題になった清流門店の空間プロデュースも担当している。その後も CM を中心に映像の企画、演出を手掛けながらも、現在に至るまで各種映像のトータルな演出を担当している。ただし空間プロデュース業に関しては、現在はその業務から撤退している。ありがとうございます。